トヨタ AE86 を35年前に購入し、今日まで乗り続けているオーストラリア人女性が話題になっていました。今回は、その翻訳記事と、海外で大切に乗り続けられてきた日本の名車トヨタ86に対する海外の反応をご紹介します。私が今までに会った中で、最もクールな86オーナーがこちら。牛乳を買い物に出かけたら、駐車場で、この86と遭遇。そのオーナーも、たまたま店から出てきて、車に戻るところだった。彼女の名はマリー。1983年に、このトヨタスプリンタートレのこと、AE86 を新車で買ったそうだ。彼女は、それを購入したとき、これは、生涯を共にする車だと思ったとか、それから35年経った今も日常的に乗り続けているんだ。なんでも、この86と共に、タスマニアからココパースまでナラーバー平原を通ってオーストラリアを横断したんだって。所有した35年間で車が故障したのは一度だけ。レッカー車に乗せられる愛車を見て、思わず涙を流してしまったそうだ。彼女は、メンテナンスに関して、かなりこだわりを持っているみたいで、ずっと、一人の整備士に任せているとか。パーツ交換をしなければいけない時も、必ず、トヨタ純正パーツのみを使用。唯一エアコンに関しては、それが壊れた時に、非純正のモーターを使ったらしいが、それがかなり不満だったらしい。彼女は、自分の86に心底から惚れ込んでいると語っていた。中も外も、35年物の車とは思えないほど、綺麗な状態に保たれていることに、それがよく現れている。大金を提示して、その車を売ってくれと言ってきた人間が、結構な数いたそうだが、その全てを断り続けてきたんだそうだ。同じく AE86 を愛する者同士、私たちは、しばらくの間会話に花を咲かせた。ボロボロだったものをレストアした、私の86についての話もしたんだが、楽しんでくれたようだった。とても、素敵な女性、そして素敵な86愛好者だったよ。この偶然の出会いに感謝だ。やっぱり同じものを愛する人間は、こうして出会う運命なのかな？マリーと出会えたのは、とても幸運だった。偉大な先輩に乾杯。
最後までご視聴いただき、ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。では、またお会いしましょう。日本って、いいね。